野菜の恋水へようこそ、はい、ですから、まあこういうのは皆さんあれやけど、他レストランとかね、案内くんに、ね、うん、例えば、これはね、まあエコサクで皆さんご存知やもんけども、こんなんも全部もう置いてます。いや、あんまりご存知じゃないんです。ご存知じゃないんですか。これはね、シャリシャリするね、フリルアイス。フリルアイス、フリルアイス、シャリシャリなんですよ。食感が全然違う。違うんです。で、これと同じ傾向、水耕栽培やけど、マリーゴールドとか、はい、プチベール、これはグリーンリーフに似た野菜です。これは、マリーゴールドはサラダナみたいな野菜です。これでも先ほど水耕なんですか。水耕なんです。水耕やから洗わんでいい。レストランなんかはサラダに出すときにすると、これはパパパッと切って出したらいい。洗わなくていいから。最近そうなってきてるんですね。 そうん、それとかね、これは普通のサニーリーフです。サニーリーフやけど、これは歯が あれですね、柔らかい目ですね、先っぽが、はい、じゃなくてこっちの方にチリチリチリっとしたありますね、はい、シルクレタスとかね、まあ、シルクレタス言います、はいはい、もうこれこんなんも十分扱ってます。それ珍しいんですよね。珍しいです。これはね、ほんまにとっちゃえ。先っぽがね、こうチリチリ感がね、めっちゃあるんで、一番上に、サラダの一番上にポチョポチョっと乗せるにちょうどいいやつですね。あ、可愛らしいですし、ですね、彩りもいいですもんね、うんうん、これはね、この頃最近、あちこち見かけるようになったもんですけども、グリーンリーフと同じようなレタスですけども、はい、これは、コスレタスと言うたり、ロメインレタスと言うたりします。主に生で食べるんじゃなくて、はい、これを例えば巻いたりとか、何かすり身に巻いたりとか、熱を通して食べると非常に美味しい野菜です。こういうふうなの、年がら年中いろいろ持ってます。こう気軽にも店に並んでなかったもね、こんなんあるーって言うたらね、あるてあるてーって言うで、みんなバッチリです。もう長いですから、もう90何年経ちますからね。私がちゃいますよ。野菜の恋水へようこそお越しください。お待ちしてます。